はい、こんにちは、キョです。今日はね、前回紹介したチキンね、鶏の胸肉、この鶏の胸肉を美味しく食べる方法っていうのをね、今日は伝授しようかなって思います。ね、最近ね、ハマってる食べ方ね、もうね、インスタライブとか前回の動画でちょこっと喋ったんだけど、鶏の胸肉の紅茶煮っていうね、何で2回言ったの。原料期は鶏の胸肉を塩で食べてもすごい美味しく感じたの。でも原料終わった瞬間に、まあ毎回そうなんだけど、胸肉がね、どうしてもちょっとね、塩だけだと物足んないというか、鶏の胸肉っていうのはかなりいいタンパク源なんで、美味しく食べれるように調理していこうと思います。今日は1ヶ月半ぶりぐらいにまた日焼けしようと思って、日焼けサロンに行ったんですよ。今日いつも行く、チェーン店というか、ね、一番弱いマシンで基本的にね、60分毎回焼いてたの。それを昔はね、週に3回ぐらい焼いてて全然余裕だったの、だけど、今日もね、調子こいて一番弱いマシンで、まあ、とりあえず60分焼こうと思って、1ヶ月半ぶりね、日焼け1ヶ月半ぶりに60分入ったら、もうなんか全身ゆでだこみたいになっちゃって、顔もなんかすげえ真っ赤になっちゃって、もうね、病み上がりなのにまた熱出たみたいな感じ。今もうすげえ最悪。とりあえずまずはお湯を沸かします。なるべくね、お湯はたっぷりの方が、いい。なるべくね。で、ちなみにこっちはね、今日の明日の朝ちょこっと食べようかなと思って、これマグロの血合い、を醤油とかみりんとか酒とか生姜とかで煮たやつね。やっぱマグロの血合いがね、一番なんて言うんだろう、安いし、コスパいいし、で味も美味しいし、パサパサしないしっていうことで、マグロの血合いはね、割と毎日常備してます。今ね、お湯を沸かしてる時にこれが超大事、紅茶ね、紅茶、このパックになってるやつにしてください。このパックになってるやつを、この紙の部分はね、もう取っちゃっていいよ。この紙の部分は取っちゃって、もうこれをね、入れちゃってください。ここでもう紅茶作る感じ、紅茶をね、作っちゃってください。はい、ジェイ登場。最近出てなかったからね、ねえジェイ、さっきまで寝てたもんな、お前ね。もう寝起きの顔だもん、顔が。またJぐらい黒くするんで、少々お待ちください。はい、もうハウス。この鶏の胸肉は、皮を剥ぎます。皮をね、剥いじゃってください。で、減量中だったら、割と細かいところまで全部剥いでたんだけど、もう最近は、めんどくさいんで、このペロって剥がれるところだけ、ね、をいつも剥いでますと。この鍋の中見ればわかると思うんだけど、もう紅茶ね、完全に紅茶、もう香りも紅茶だね、すげえ紅茶のいい香りがします。で、この中に胸肉をぶち込んでいきます。胸肉をね、よいしょ、これでいい味がついてくれれば、まあ味は使わないけど、
結構違和感あると思うんだよね最初は。で紅茶に入れるのみたいな、紅茶の味がついたらちょっとやばいんじゃないって思うかもしれないんだけど、言うほどそんなにね紅茶感が強いわけでもないし、紅茶の味がするわけじゃないんで、ただ食べた時にちょっと鼻から抜ける感じ、紅茶のちょっと鼻から抜けるちょっとおしゃれな感じ、チキンから紅茶がふわってしたらちょっとおしゃれじゃないっていうところでちょっとね最近気に入ってます。何言ってんだろうって感じなんだけど、その間に味付けね、味付け、まずまあ何でもいいんだよね入れ物は。最近は、まあ、こういう真空パックのジップロック的なやつ、ジップロック真空のやつを用意してきた。味付けは基本的には醤油とお酢ね、基本的にはちょっと甘みをつけます。で普通の砂糖だと精製されてるんで血糖値もバーって上がるんだけど、まあこれも血糖値は上がります、しっかり。ただこっちの方がまだ体にいいとかね、こういうものだったりとか黒糖だったりとか、まあ、そういうものをね使えばまだいいと思います。まああんまり気になるんだったらラカントだったり、まあエリスリトールだったりね、まあ、そういうものを使えばいいと思います。工夫してください。チキン1枚に対して大さじ2杯大さじ2杯入れていくんだけど、今日はチキンが2枚なんで、まずは醤油ね、まずは醤油を、まあ大体ね、大体まあ大さじ4、大さじ4ね。お酢、お酢もね大さじ4入れます。で割と酸味が効いてるというか酸っぱいのが好きなんで、俺はねもう気持ち多めに入れる。酢は気持ち多め。ここに砂糖、砂糖はね小さじ、まあ4ぐらいでいいか。砂糖は気分、砂糖は気分、まあこのタレ全部飲むわけじゃないんで砂糖は気分で入れます。ちょっとなじませといて、あとはちょっとねチキンが茹で上がるまでちょっと待ち。あすごい紅茶のね香りがめっちゃいいね、紅茶の香りがめちゃくちゃいい。マリアージュフレールのマルコポーロっていう紅茶があるんだけど、それ一時期ね超ハマってて、でまあ別に紅茶に対してこだわりは全然ないんだけど、その紅茶だけはねなんか一時期ハマっててすごい買いに行ってた覚えがあります。完全に中までガンガン火通すとちょっとパサパサになるんで、どっちかというと中余熱でなんて言うんだろう、火を通すような感じの方がどちらかというとね美味しくできる。で、まあ、ある程度火が通ったらこの熱いままね、熱いままいいから、このままさっき作ったつけだれの中、つけだれねの中にダイブさせます。ガーン、色がもう紅茶色だもん、チキンの色がいい色だね。で、このままね、しっかり漬け込んでください。で、ここでね、完全密封しちゃうとまだね、すげえチキン自体にもね、積もってるんで、ちょっとね、粗熱を取ってあげます。で、だいぶ冷めたら中の空気全部抜いてあげて、綺麗にこう真空パックというか
綺麗にこうこのタレが染み渡るようにねつけてあげて冷蔵庫に入れると。で朝起きた時に切って食べればしっかり味も染みてるんで超うまくなってると思います。これは間違いない。鶏胸肉の紅茶煮の紹介でした。って感じでね、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー。